どうも、ヤナッペです。今回はリアップ4ヶ月使用後の経過報告になります。まずね、これまでの経過を見ていきましょう。1ヶ月目は初期脱毛のせいで逆にね、ちょっと薄くなっちゃったんですけど、これね、2ヶ月目の終わりにもなるとかなり太くしっかりした毛が生えてきました。ところが3ヶ月目に入った頃から急にかぶれ始めて、かぶれてるっていうよりただれてたんですけど、だからね、3ヶ月目っていうのは私ほとんどリアップ使ってなかったんですよ。5、6回使ったかなっていう程度です。それでも2ヶ月目よりもね、さらに毛がね生えてるという、私ね、ミノキシジルがねかなり効きやすい体質なんだと思います。はい、続きまして4ヶ月目がこちらになります。3ヶ月目と比べてあまりね変化がないように見えるかもしれないんですけど、実は広範囲にわたって新しい産毛が生えてきてます。で、皆さんね気になってるのは、かぶれは一体どうなったのかだと思うんですけど、実はね、まだこのかぶれがね続いてるんですよ。ただかぶれが出ない使い方というのを私ね発見したので、今もまだリアップは継続中です。じゃあどんな使い方をしてたかというと、1日に1回で1つの M 字に対して1滴、多くても2滴まで、これだとかぶれは出ません。で、もちろんね、これ私の場合であって、同じようにね今かぶれが起きてる方がこの方法でね、かぶれが出ないように使えるかといったら、そんなことはね、ありません。こういったことには必ず個人差というものがありますからね。で、私ね、先日リアップの製造販売元である大正製薬お客様119番室にかぶれについてね問い合わせてみたんですよ。で、その時のお話の内容をご紹介させていただきます。リアップ使用開始後2ヶ月目までは異常なく使えていたのですが、3ヶ月目に入った頃からかぶれが出るようになりました。浸出液が出るほどなので、かなり強い炎症が起こっています。私のようにしばらく使用した後に異常が出るという臨床試験結果や市販後にお客様からの報告はありますか？はい、ございます。ミノキシジルによるアレルギー、もしくはベースとなる機材によるアレルギーの可能性があります。リアップにはミノキシジル以外にも複数の有効成分とその他医薬品添加剤が配合されていますが、どれも過去に長期使用履歴があるもので異常が出たことはありません。この場合、ミノキシジルによるアレルギーだと考えています。御社の見解をお聞かせください。ヤナッペさんのお話から推測すると、ミノキシジルによるアレルギーで間違いないと思います。この場合、体がミノキシジルを異物と認識してこれを排除しようと働いているので、直ちにリアップの使用を中止してください。一度こうなってしまうと、我慢して使い続けてもまた使えるようになることはございません。大変残念ではありますが、リアップは二度と使用できません。はい、このような回答を得られました。私も同業者なので、あらかたね、予想通りの回答でした。前回の動画でね、私もね同じような話してますね。で、今ねお話にもね出たように、有効成分でかぶれているのか、医薬品添加剤でかぶれているのか、これによってね話がちょっと変わってくるんですよ。で、リアップって薬剤特許はもう切れてるので、後発品ジェネリックたくさん出てるじゃないですか。後発品って先発品と有効成分は同じものなんですけど、それ以外の添加剤は同じではなくても良いということになってます。なので添加剤でかぶれが起きているような方は別のメーカーのものに切り替えるとかぶれがね出ないことがあります。これはね外用剤ではね非常によくある話です。で、逆に有効成分でかぶれが起きている場合、これは他社製に切り替えたとしても結果は同じです。なのでこの辺はねちょっと注意しないといけませんね。大正製薬さんからはリアップはね今後二度と使用しないでくださいとのことでした。ただね、私はねまだ諦めてませんよ。
というのも、私ってもともとね、極度のアレルギー体質だったんですよ。まあ、だったっていうか今もそうなんですけど、特に10年前がひどくて、アレルギー体質を数値化する非特異的 IgE という血液検査があるんですけど、私ね当時1万2000超えだったんですよ。ところが今はね1700ぐらいだったかな、まあ、そこまでね落ちてます。私のアレルギー体質が10分の1ぐらいまで改善してるんですよ。なのでこんな風にアレルギー体質っていうのもひどくなる時もあれば良くなることっていうのもあるので、私はね今後二度とリアップが使えないかといったらね、まだね、使える可能性はね、十分にあるんじゃないかなと思います。でなんでね私がここまで諦めが悪いかというと、実は一個ねアレルギーで死にかけたっていう経験をしてるんですよ。でこの話ねちょっと重要なので聞いていただきたいんですけど、もともと私軽い乳製品アレルギーっていうのは持ってたんです。まあといってもね、乳製品を摂取しても何もね異常が出ることはありませんでした。で一時期ねちょっとムキムキになりてえなと思って筋トレした後にホエイプロテインを摂取したんですよ。でそしたらホエイプロテインって多分ねめちゃくちゃ強い乳製品の成分なんでしょうね。もう通ったところ全てが激痛、口、喉、食道、胃、腸、焼けるような痛みで、嘔吐と下痢が止まらない。でしまいにはね意識を失いました。アナフィラキシーショックですね。で一度そういった強いショック症状が起きると体がその成分を完全に拒否してしまうんですよ。なのでそれ以降はそれまでね普通に食べれてた牛乳だとかアイスクリームを食べても、まあ、そういったね症状が出るようになっちゃったんです。でも今は普通に食べれます。でこれなんでかっていうと、少量ずつ繰り返し摂取することで体に耐性をつけた、慣れさせたんですね。最初は一舐め、次は一口で、それで問題なければ2口、3口、徐々に徐々に増やしていって体に慣れさせる。で結局ね普通に食べられるようになるまで1年ぐらいはかかりました。だけどこんな風にちょっとね努力次第でアレルギーって克服できるっていうこともあるんですよ。なのでリアップも少しずつ増やして体にね慣れさせて、最終的にはメーカー指定の用法用量で使えるまでに持っていけたらいいなと思ってます。まあ乳製品ではねうまくいきましたけど、リアップだとやっぱり何年かかっても、使えないなっていうこともね、あるかもしれません。まあ私がね、どうなるか温かい目で見守っていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。